て紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長ジン、モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー、とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。普段この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔竜のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？何かすごいことを聞いたみたいね。ここの歌は知恵に満ちている。それでお礼っていうのはね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンド、ここに連れてきたのはあんたにこれの良さを体験してもらいたかったから。随分と熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しま、操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。いらっしゃいませ。